なあレノ、怪我の治療を優先したらどうだ。でもよ、七番街は放っておくのか。我々に何ができる。そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか。無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく時には返してやらないとな。本気で言っているのか。さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。クラウド、よかった、目覚めた。大丈夫？子供の頃ここで暮らしたの。お母さんと二人でね、ここで眠ったんだよ。部屋あの頃のまま。毎朝お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り。それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。シンラは違う。約束の地ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつかわかるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔法が吹き出す豪勢な場所でも、神羅には何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年は浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。ったく何なんだよこいつらは。神羅製の化け物か。フィーラーだ。運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、
行動を修正する。運命って運命？言い換えればこの星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと？ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ、神羅の犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス、私たちの敵は神羅カンパニーじゃない。きっかけは神羅だけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい、みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道がわからなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花が道しるべだったんだ。大丈夫、一緒に考えよう。見つけたぞ。おい、何をする。やっと会えたって。ウェッジ、どうして。お前大丈夫なのか。エルミナさんのご飯が美味しくてって、そんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ。今の何、爆発？新規アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた。慌てるでない小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ。奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす、何度も下げたっす。ベッチ、それじゃあまた後で。ったく、あいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。とにかく屋上に向かえばいいんだよな。北条が逃げ込んだエレベーターが使えるようだ。エレベーターってこっちだったか。そうだ、北条の匂いがまだ残ってる。
何があったのポットの中の子みんないなくなってる嫌な匂いがするこの奥だどうすんだよどかすしかないこっちは任せろ覚悟はいいか行け行こう。うん。なんだここ。北条の施設。神羅の闇。壊してやりてえが時間がねえさっさと屋上へ行こうぜなんだありゃジェノバこの星を取り戻そうよ全部大嫌い クラウド
しい。やはり仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。急がないと。当然の結果だ。手を貸そう。頼む。覚悟はいいか。刻む。受けた。まずいな。ここまで。出ろ。どうした？あれを使えば向こう側へ行ける。ふん、私なら飛べそうだ。頼めるか？ああ。これでいいかな。気持ち悪いもんばっか作りやがって。近寄んじゃねえ。苦戦だな。遊んでやってんだよ。な。覚悟はいい。
つら貫く刻む何なのよじゃあ出ろ切り崩す見極めろにエレベーターがあんだろ邪魔は入ったがやることは変わらねえさあ行くぞのは無理だな。はあ、大したもんだな。そっちは無事か。この通り。でもどうしよう。この部屋出られないみたい。ああ、聞こえるかね。北条。どうだね。私の実験場ドラム。すなわち世界の最先端の居心地は光栄に思いたまえ。私の大いなる仮説の検証に君たちも貢献させてやろう。は？準備が整い次第第三研究室の扉を開ける。あ、いや、そこにいるならちょうどいい。準備の方も手伝ってもらおうか。有益なデータを期待しているよ。準備だ？あの野郎何を勝手に無視して先に進めない？やつのことだ。都合のいいデータが取れるまでここから出す気はないだろうな。はあ、研究室って言ってたよね。さっき上で扉を見た気がする。行ってみる。手助けできないと気をつけてな。うん、分かってる。俺たちはここで待ってる。何かあったら
すぐ通信だ。いいな。了解。クラウド、大丈夫かな。様子ずっと変だったよね。うん。でも心配ないよ。それよりティファは？え？平気だよ。第三研究室ってここかな。扉開きそうにないね。どうにかできないかな。調べてみよう。だね。第三研究室の扉はあったけど、まだ開かないみたい。そうか。あのね、北条が言った準備、あれを操作するんだと思う。中央端末か。なるほどな。さっき制御盤使ったの。足場ないかな。わかった。俺たちは中央端末を目指す。連絡するまでそこにいてくれ。何の研究だよ、ダケオ。空から来た最悪、ジェノバ。北条の半生はジェノバに捧げられている。電気なんか聞きたくねえ。この施設で行われているのは、ジェノバ由来の生態情報を生物や機械に埋め込んで強化を試みる研究だ。北条は実験体の仕上げを我々にやらせる気のようだ。ああ、あの野郎どこまでふざけてやがる。すでに実験体の運命は決まっている。楽にしてやろう。
ナーたちがいるのは第三研究室の前だったかも。スイッチは4つ、研究室も4つあるらしい。輸液確認、輸液確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。二人に声をかけていね。十分に注意して進めとな。ティファ、聞こえるか？中央端末を操作した。扉は開いたはずだ。研究室には多分北条のモンスターがいる。無理はするなよ。ありがとう。行ってくるね。
から行こう。ここが出口？北条博士、嫌い。
下も通れるようになったかな。クライド？無事か？うん、さっき制御盤を操作したの。それで下の足場もつながったと思う。おう、次は俺たちの番だな。二人ともそこにいてくれ。何かあったら連絡する。うん、気をつけてね。サンプルテストを開始します。倒せない相手じゃない。この声じゃない。
俺に手を打った。倒れる前に死んでる。これだ。そうだ。まずいな。落ち着いていけ。頼られちゃうな。悪くない連携だ。こんなもんよ。自慢のおもちゃがガラクタになる気分はどうよ。おもちゃが壊れる様子は何度見ても飽きないね。まあこんなものか。次はあれだな。てるとこ悪いがよ。これでも食らえ。無駄なこと。テストを開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。おもちゃによろしく伝えてくれ。な、何がどうなってある。北条は？すまない、逃げられた。脱出に専念しよう。
じゃねえよ。実験体の治療は不要だ。改造あるいは解剖か。まともじゃねえな。走りすぎるなよ。けっ、几帳面なこって。この辺りにもエレベーターはないようだな。ティファたちに報告しておこう。研究室か。扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある。通ってきた扉はもう閉まってんだろ。どうする。道がつながっていればいいが。に中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ。そうしよう。
聞いてるか。どっちだ。ベッドが下に落ちた。そっちから回り込めないか。大変、急ごう。第4研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち繋がってるかも。うん、調べよう。動いてない？まだ逃がす気はないということか。
ほんと、嫌な感じ。残るは第4研究室のみ。あとはクラウドたちに託そう。大丈夫だよね。うん、クラウドに報告しよう。うん、エレベーター見つけたよ。そうか、よかった。でも今は使えないの。多分北条の仕業。奴の思惑通り第4研究室へ行くしかなさそうだ。こっちで操作したから扉は開いてるはず。分かった、そこで待機してくれ。じゃあ研究室の扉まで戻るか。暴れがいがあるってことだ。覚悟はいいか。動けるうちに行け。どけどけ。負けてはいない。ウェッジのやつ、すっかり待たせちまったぜ。ああ、お前懐かれてたな。かもな。あいつ結構人見知りだぜ。ああ、同類だ。いざって時は頼りになる。ああ、同類だ。